はい、どうもサックスタイルでございます。今日はね、ちょっと学生時代のね、って言ってもまあ専門通ってた時代だから専門学校に通ってたんですけど、サックスタイル、まあ2個専門学校通ってたんだけどまあ最初の通った専門学校の話ねをしていこうかなと。前の動画でまあともきっていう友達としかずっと絡まなかったっていうね話をしたんだけど、まあずっと、まあ正確に言ったらともきだけじゃなかったんだけど、ともきと巡り合わせてくれたあつしっていうね、名前言っちゃうけどあつしっていうね、まあ友達がいたんだけど、まあ本当にもうそれ以外は友達って呼べない。まあで、まあそこはまあちょっと置いといて、まあ専門学校にはね、うちの学校にはね、まあ卒業制作っていう、まあ卒業する時にね、まあ大学だったら卒論みたいな感じでね、まあその専門的な分野の学校だから、まあその音楽系なら音楽系でこう大きいライブを主催してさ、やりきるとか、卒業する前にこう大きい、もう本当に仕事みたいなやつを一個やりきるみたいな感じでレポート書いて、まあ卒業に向けての準備は終わりみたいな、作業は終わりみたいな感じなんだけど、まあね、でそれまあいろいろもうなんやかんややって、まあ終わって、まあ打ち上げだよね。打ち上げでね、まあいろいろこう、普段ね、こう絡まないような、なんていうの、学科の人たちとかも集まって、まあいろいろね、こう、まあ共同で作業するから、いろんな学科の人たちと。で、まあやって、で、まあ、そこでアツシの話が出てくるんだけど、まあアツシの彼女がね、いたんだけど、まあまあそんなにいい噂をね聞かないような、その地元に帰ってアツシと付き合ってるのに、なんか元彼とセックスしちゃって、でゴムしないでセックスしてなんか不安がってるみたいなそれをなんかサックスタイルが相談されるみたいなで、おいマジかよこの女、気持ち悪いなみたいなそんな感じの女だったんだけど、まあまあまあいろいろね、こうまあまあいいんだけど、他人のことだから、まあただこうあんまり褒められたような女の子ではなかったっていうあれなんだけど、まあで打ち上げでね、まあいろいろ飲み歩いて、まあ2次会3次会4次会ぐらいまでね、まあ学生若いからね行くんだけど、まあもうそのどんどん人が減ってくるわけよ、何次会何次会っていうのを重ねていくにつれ、でまあ最終的にまあ6人7人ぐらいになって、でまあ一人ずつね、それに参加した人たちも潰れていくので、サックスタイルは前言ったように水商売もやりながら学校通ってたから、どんどんねその体力がみんなよりも削られていくのよ。夜仕事して、昼間学校行って、寝ずにまた仕事行って、仕事終わって酒臭いまま寝ずに学校行ってみたいな、もう2日寝ないで生活とか、卒業のあたりになってくると、だからその卒業制作とかもう忙しいから、もうほんと仕事みたいだから卒業制作って、だからもう本当に疲弊してて、でも参加するだけしてたんだけど、その最後のカラオケのところまで飲み会もで、そこまで行った時にまあもうみんな潰れてって、まあもうみんな好きにカラオケ元気なやつは歌ってるわけよ。でその中でそのアツシの彼女もいて、アツシは先に帰るで、俺はもう帰り道だから、まあじゃあ最後に一軒寄ってくっていうことでカラオケ行ったんだけど、まあそのアツシの彼女もいて、でもうサクスタイルもう限界で、本当に一曲最初に歌わせてもらって、でそこでもうだらけてたのよ、もうソファーでグデーってなって、もう眠いし、もう目も閉じかけてて、ってかもう閉じてたと思う、半分寝てたんだよね。したらなんかね、なんか顔に違和感感じて、でだ半分寝てるからえっと思ってこう目開けるでしょ、で完全に唇を奪われてるのよ、そのアツシの彼女に。はっと思って、えって言ったんだけどでなんかそしたらなんかこうカラオケのメニューなんかこうフードのメニューみたいな大きいこう2つに開くメニューみたいなので、こう顔を隠しながら他の人からもう一回キスしてくるのよ。いやお前それバレてんだろ、えちょっと待ってって、ちょっと待ってって言ったの
待っても何もないけど、いやちょっと待ってってサグスタイル言って、何何これって言ったら、もう完全にサグスタイルの、その時気づかなかったんだけど、サグスタイルのジーンズのあのおちんちんの部分のチャックをね、まあ、そこにしかシャックねえわな、おちんちんとか言わなくていいわな、ジーンズのチャックを下げられてて、あのね手入れてんだよねこれ完全に目覚めて、え手入れられてるしって思って、であのちょっと大きくなってるねって言われて、いや触られたら大きくなるし、お前何してんのみたいないやお前何してんだよって意味わかんないでしょ。だって眠くて寝ぼけてて起きたら唇奪われててチンコまさぐられてんだよ。そんな経験ないから、あのね頭テンパって、お前何してんのっつって、あの怒ることもできなくて、いやごめん俺帰るって言ってしかもアツシの彼女だっていうのも知ってるし、いやごめん俺帰るわって言ってその日帰って、いやでもなんかサクスタイル別になんかその誘いに乗ったわけでもないし、セックスしたわけでもないし、だけどアツシに罪悪感あるじゃんでそれでね、その日々悶々とするのが嫌だったから、2日後ぐらいかな、トモキにね、いやあのちょっとトモキ相談なんだけどっつって、いやあの女いるでしょ、アツシの友達じゃない、アツシの彼女っつって、いやあいつに打ち上げのカラオケで寝てたら唇奪われててチンコ触られてたんだよねっつったら、あのねもうびっくりした、あんなに一緒にいたのに全然そんな話言ってくれなかったのにびっくりしたんだけど、あそうやで、あいつ俺のチンポもいつも揉むもんって言われて、え嘘やろっつってそうだよあいつねすぐチンコ触るって言われて、えじゃあ淳に何も言わなくていいって、うんいいんじゃんって言われて終わったっていう話なんだけど、いやだからね、友樹にも引いたしそれは平気でするあの女にも引いたけど、だからみんなそういうこともあるから、ちょっとマジ女はマジで気をつけた方がいいし、男もそういう誘いに乗らないように、あの後半に生きてくれっていうサクスタイルからのお知らせ、忠告の動画でした、今回の動画のお相手はサクスタイルでした。よろしくどうぞ、次の動画を見てね、バイバイ。